富田に12年ドラ6は来年活躍できるのか。今日は富田が先発なんか個人的にはまた中継ぎに戻してほしいんだけどな。富田は先発出し切り式も先発試すと思う。富田はもうちょっと球速上げれんのかな。140前半は出してほしいよな。海老名や松尾やら抑えてるのはええな。富田は2軍相手ならいいピッチングするんよ。球速と武器が足りないから上では通用せんけどね。富田も平均145になれば活躍できそうやけどな。現状ローテ入りは難しいやろな。うなる138キロのストレート。富田は全部球高いは押し込める。球威もないから上だとボコられる。富田の球速は秋山レベルやな。球速は無理にしても他に武器が欲しい。コントロールなり変化球なり、今は外に逃げて終わり。出てきそうなパワーP全部中継ぎに回すし。富田はストレートとカーブか、あとフォークがあれば星野になれる。富田は島本みたいな使い方がいいんじゃない。ご視聴ありがとうございました。阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。